やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。モータリーゲーさん、いただきます、サブスクライブ。よいしょ。皆さんどうも、スタミジャパンでございます。外配信でございますね。レップスさんに案件をいただいたので、その案件配信に乗じて今回初めてのボルダリング配信をしちゃおうかなという感じでございます。なんかテーピングを巻こうかなと思うんだけど、素手だとね、初心者だと俺やっちゃうって分かるんだよね。絶対やっちゃうと思う。ジムとかでさ、懸垂やっててもさ、ジムの器具で痛いもん。広っ、マジ広い。すごいわ。そびえ立ってんな。全然無理だろうな。こっちは結構勝負の、まあ、上級者とはいい上級者系だね。俺はもう初心者コースから始めるから。うわー、なるほどね。はい、じゃあボルダリングっていう競技の方から説明、はい、オレンジのバツだったらオレンジのバツのついてるテープだけを使って、はい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 、一番上 G のゴールにたどり着けばゴールです。なるほど。はい、でテープの色でレベルは難しくなってくるので、はい、まあオレンジが一番簡単で、はい、まあ水色、緑、赤ぐらいまでチャレンジできれば、はいはい、すげえな感じですね。でもそこスタート、はい、で足はどこでもいいので、あ、足スタートはこういうところじゃないですね、はい、マットから離れるまでは両手は離さないってことだね。こういう状態ってことですか。そうです。それでキープできたらスタートです。ああ、なるほどね。まだ一番初級スタート。こうなるわけですよね。ナイス。よいしょ。ナイス。はい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 。で両手で触れたらクリア。あ、両手でクリアなんですね。よし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 。心配なんで一回準備運動しません。ああ、そうね。ちょっと一回準備運動をしたいと思います。というわけで皆さん。今回はね、リップスさんの案件ということで、本日は埼玉県にある深谷、クライミングビレッジさんで、ボルダリング配信をしていきたいと思います。今回は普段から使用している、ヘアオイルメーカーのリップスさんからお話をいただいて、ぜひ PL してほしいということだったんで、汗をかいてそのままそっちにシャワー浴びて、もうその場でそのヘアオイルを使ってセットをして、実際の使用感をありのままにお届けできればなと思っております。というわけで準備運動をしていきましょう。いや、パワー使う3番ゴール。マジですか。もう3番いきますね。最初にやっといてもいいですね。あ、逆に、はい、疲れちゃうから。うわっ、反り立ってると全然違え。うわ、反り立ってるってやべえ。ガッパよいしょ。ガッパ、うわぁ、ナイス。よいしょ、あと1個。よいしょ、ナイス。うわぁ、反り立ってると難易度違いますね。一番の四角、赤い四角だけ。待って、確かに上級職だ。これ初日でいけたらすごいわ。その手前に水色ありますけど、レベルとしては水色一回いきましょう。
これスタート、はい、ちょ覚えておいて、これスタートね。ここでここ行きます、次これで、次あれ、本当です、ここ足を、ナイス、届く、簡単なやつ行ってみます。確かに、あっちの広い方行ってみていいですか。はい、これ何、これちっちゃすぎだろ。行きます、あいつ、これ何これ何こいつヤバすぎる。ナイス、よっ、うまい、出た、これ先生の見るのとかありですか。うわーすげえな、もうすげえな、うわーすげえな、え、ここの足が、あ、あ、うわ、そこ難しいんだよな、ちょっと触れちゃいました。頑張、ナイス、いいよ、ナイス、足上げちゃう、よいしょ、逆でよかったみたい、いや、ちょっと待ってよ、待って、いやぁ、ナイス、ごめんな、頑張っ、はい、ナイス、ナイス、よっしゃ、嬉しすぎる、嬉しすぎる、やった、うわ達成感すごい、これササティックできるとか言ってたけどな、本当かよ、ボルダリングできるよ、この高い方もやらせてもらえるんですか。大丈夫です、最後、うわ、体力はこれだぜ、わお、取られてるのだ、ちょっと左の方にずる、
ごい、頑張っ。あと2個、もう1個です。いったいった、ギリギリだった俺体力が。というわけで今日は、こうやってアクティビティを遊んだ後ね、髪の毛のセットをどうやるかっていうのをみんなに見したくてね、アクティビティをしに来ました。君たちさ、ワックスとかつけるかい？普段ワックスってさ、ちょっとカッチリすぎるしさ、ベタベタしない？今日紹介するのはリップスさんのヘアオイルなんだけど、ワックスよりもすごい手軽にセットできる。化粧水とかさ、ワックスとかのさ、ベタベタ感すげえ気になるじゃん。でそういうのが、これは逆にサラサラになるから、サラサラになりつつセットできるっていうものだから、セットを普段しない人からするとめっちゃおすすめ。俺が普段配信とかで髪の毛今日ワックスつけてるとか聞かれるときは、いつもリップスさんのヘアオイルを使ってます。ちょっとカチッとしてるときに一回そのシャワールームまで向かいましょう。というわけでシャンプーを浴びていきます。これ覚えておいてみんな。いや運動した人はみんなこうなるよね。これがどうなるか覚えておいて。まずですね、皆さん、リップスさんのヘアオイルの使い方を説明いたします。で、僕がいつも使ってるのはこいつ、ベーススタイリングヘアオイル、リップスさんのこちら。こちらをタオルドライ、髪の毛を乾かしたところ濡れてる状態の時に、俺はちょっと髪の毛が長いんで4プッシュ、俺は4プッシュ、髪の毛短かったりしたら2プッシュとかで OK。 これを手になじませます。ぐちゃー、それぐちゃー、これ本当にこれで OK。 髪の毛全体になじませる。今の時点だとベタついてる。今の形とか考えない、髪の毛全体のなじむことを意識で、こっから自分のやりたいセットを乾かしていくだけ。お前らが普段やってる髪型あるじゃん、それをもっと綺麗にしたいんだったらこれをかました方がいい。髪の毛が傷んでたりとかすると髪の毛がさ、ちょんちょんちょんとかって跳ねたりするじゃん。これドライヤーをしてる時って髪の毛って乾燥していっちゃうんだよね。のをこれは防いでくれる。髪の毛が傷むのをめっちゃ防いでくれるし、プラスしてセットもできちゃうっていうものだから、今の線でもこんな感じ、横の毛流れができて、ここも立ち上がってるでしょ。こういう立ち上げだったりは簡単にできる。で最後横もボリューム出ちゃってさ、ボンってなってるじゃん。俺もなるんだけど、ここもちゃんとタオルドライした後になじませてるから、熱をしっかり加えてあげるとコンパクトにまとまる。横がスッキリしてないとやっぱり清涼感とか減っちゃうから。どうですか？お前が映っとるやないか、それ。何の動きやねん。こういうセットを簡単にできます。タオルドライした後、これを3、4プッシュした時はすげえオイルだからベタついてたんだけど、最終的に乾かした後はもうサラサラ、これ不快感なし。それがでかくね？それでかくない？俺としてはポイントでないんだけど、ベタベタになんないの。もっとセットしたい人はもうワンプッシュぐらいいっちゃっていいけど、俺はいつもこんな感じ。配信とかでもこの状態出てることが多い。外出するときも外配信するときもこう。風が強いときとかはこれプラス、スプレーとかするけど、8割方もこれだけ、これだけ覚えておいて。リップスヘアベーススタイリングオイルで、俺が使ってるの毎回黒なんだけど、これが若干アップルの香りがしたりする。で、もっとダメージ補修のバージョンとかがあって、赤が香料なし、これ普段使ってねえから分かんないんだけど、赤がさっきの黒のバージョンの香料なしバージョンで、こっちがダメージ補修特化型みたいな感じかな。青がだから自分に合ったと、スタイリング剤選んでください。で髪の毛のセットってさ、ぶっちゃけだるくない？
俺髪の毛のセットって26歳ぐらいまでできなかったの。外出するときとかデートするときとかって美容室に行って2200円ぐらいでやってもらえるとかあるから、毎回毎回時間とお金使ってそこ行ってたのよ。コスパが悪すぎるじゃん。で、自分でセットをどうにかしてやんないといけないなっていうときに俺が踏み出したのがこれだったから。というわけでね、今回は深谷クライミングビレッジさんにお邪魔して、クライミングというかボルダリングをやらせていただきました。ちょっと配信ここからちょっと加速していこうと思ってます。僕いろんなところに行って外配信バカバカやっていこうと思うので、お付き合いください。というわけで今回のスタミジャパンの、外配信でした。